皆さんこんにちは。この頃はですね、ニュースといえばウクライナの話が多いわけですが、結局我々学者ですか、つまり歴史家っていうのはね、やはりこう現代っていう、こう視点が歴史だと思ってね、見てるわけですね。歴史の現場にいる。これは昔だったら、これ必ずしもですね、日本にいればウクライナの問題、ロシアの問題は遠い大陸の問題になってしまうんですけども、今はこれだけインターネットが発達してですね、ラジオはテレビはありますけどね、新聞はありますけど、インターネットっていうのはかなりこう、現場のニュースが入るような、そういうところもあるんで、かなり緊迫感があるんですけどね。だからこの同時性っていうか、現代の特色っていうのは、ああいうところが急にですね、宣伝一つで、あるいはこうインパクトになってですね、この見てしまうという。でも私は歴史家っていうとあれですけど、あそこはですね、ウクライナっていう地方はですね、ちょうどシルクロードがね、スキタイですけども、通ってるところなんですね。で、あそこから、日本まで来る、あるいは、長いね、ローマ、日本を結ぶですね、道になってるっていうことをね、私は、前から、関心を持ってるわけですが、で、イスラエルもまた、ユダヤたちもあそこを通って、日本に来たっていうことをね。ですからあそこにですね、ユダヤ人たちが多いっていうのも知ってるわけですね。で、今回もですね、実を言うとベレンスキーという大統領が若いですね、喜劇役者というわけですけど、ちょっとネクタイもつけないでですね、大統領らしくない、明らかにそのグローバル左翼というかね、そういう発想があるの、つまり、なんとなくあれですね、権威批判をやってるね、服装は。で、ですから、そういう人たちがあそこを取ったんだら、2014年のね、選挙で、あそこはロシア側に立ったり、EU 側に立ったりね、NATO 側に立ったりする両方が、せめぎ合っていましてね。で、今、NATO 側に立ってる、あるいは、グローバルユダヤ側に立ってるという感じで出てきてるから、これがプーチンがですね、やはり、彼はちょっと古い形のコンサーバティブですから、もちろん社会主義、ロシアが、ソ連がね、崩壊した後出てきた人ですからね。でもその体質はゲーペウですから、もともとそういうね、警察にいた人ですから、そういう体質が抜けきれないわけですけども、しかしやはり背景にですね、中国を得て、それでかなり頑張ってるって感じしますけれどもね。で、これどっちが味方か、どっちがつまり日本にとってはですね、結局ソ連あるいはプーチンというのは今北方領土の問題とかね、かつては日露戦争とかですね、かなりそのロシアという国が日本と対立してきたことが多いよね。満州でも対立して、戦争をやったぐらいですか。それからあとね、戦後もシベリア抑留難などがあってね。で、やっぱりロシア、ソ連っていう国がいかに日本に対してですね、決して好意的でなかった。ある意味では非常に、最後はですね、北海道を取りに来たみたいなね、そういうことさえ、それを樋口中将がですね、の隊が、押しとどめた、そういう歴史があるわけですが、とにかくロシアに対するですね、日本人の態度っていうのはやっぱり
ある種のこう反感があると言ってもいいわけですね。まあそういうことはね、結局我々のような歴史家、まあ歴史家って別にそんなに特権があるわけじゃないんですけれど、大きく見るとですね、やはりどっちがいいかっていう問題、あるいはどっちにつくかっていう問題よりもですね、こうよりこう状況を見るというね、そういうことがね、今必要になってきてると思うね。で、やっぱりただその時の熱いうちにですね、閣下する必要がないんで、まあ我々はですね、そこをこう冷静に見る。まあ日本人はそのぐらいの態度を取る、まあ場所にもいますしですね、またそれだけの余裕があると私は見てるわけです。まあ私はまあ友達もですね、実は言うとね、この辺はもう本当に取ったり取られたりですね、それからユダヤ人がたくさん、第二次大戦っていうのはね、ヨーロッパで一番こうユダヤ人がいたところなんですよね、まあウクライナっていうのは。で、それであとドイツ、つまりナチがですね、そこからこうポーランドに、今ウクライナ人が全部ドイツ、あるいはポーランドに行くようにですね、ポーランドに行ったやつが全部捕まっちゃうっていうかね、ユダヤ人たちが。まあそういうこう体験があるわけで、まあその、今はまあウクライナ人が移動するっていうことがね、されて、ポーランドがもう百何十万、あれは何受け入れたんでしょうね。まあ今のところまだ不明ですけれども、あれほど受け入れるようなことがあると、まあちょっとですね、国が、の人口がですね、4分の1もいなくなるというような、ことになると大変なことになるわけですね。まあいずれにしてもね、メディアがまだはっきりとしたこう情報が伝わってない感じもするわけです。まあしかしですね、こういう問題っていうのはですね、今私はまあまさにこの日本におけるですね、こうユダヤ人問題っていうのを、まあ、私が提起してですね、これはまあ、無論、皆さんともすでに共有してると思うんですけど、こういうユダヤ人が日本に来てた、埴輪でたくさんですね、こうやって人たちが出てきてるということがね、これはまだ歴史家がですね、それに反応してくれてないんですが、しかしやはりですね、これがほとんどこう、軍人なんですよね。で、こういう軍人たちが来てる。来てて、まあみんなですから武人埴輪っていうわけですね。で全部こうまあ剣を持ってる、大体2つの剣を持ってたりするんですね。でこういう人たちが日本に来て、そしてかなりその数も多かったね。これも私たちがですね、いろんな意味でまあ今度私はまあ今度ね、ユダヤ人がいかに日本に来てたか、ユダヤ人って言葉はね露骨に見えますけれども、この姿はねユダヤ人以外に考えられないんですよ。でやっぱりそういうことをね、人々皆さんが、まあ私はまあこれ何度もここでお見せしてるんですけども、今度の本でも書くんですけどね、決して関東東北だけじゃない、大和地方もですね、関西、九州までね、こういう埴輪が、ユダヤ人埴輪が出てきてるんですね。ですから、こうなるとね、日本中にいたっていうことにもなるんで、まあこの問題をですね、単にこう、まあ小さな問題として葬り去るわけにいかないんですよ。ですから、私はまあこういうことをやるとね、まあ歴史を汚すような、日本の純粋な歴史を汚すようなというふうなね、思いの方もいるかもしれませんけれども、だからこれまでの歴史がですね、決してその、まあ、日本を正当に見ていなかったっていうことのね、証でもあるわけですね。ですから、まあ、ウクライナ問題もユダヤ人問題があるんだということ、世界中にユダヤ人問題があるんだということをね、
念頭に入れながら、日本だって決して例外ではないと、あるいは日本がこそがですね、その問題についての最初の初期のね、帰って問題を十分に引き受けて、それを、まあ、ある意味で こなしたんだということをね、まあ、お話したいと思うんですね。で、今日はですね、実は言うと、まあ、この、まあ、話はですね、ずっと日本の歴史をたどりながら、新しい、まあ、つまり、ホモ・サピエンス史っていうかね、こう、非常に人間の歴史としてのですね、こう、日本史を、日本の歴史をですね、考えたいということで、まあ、すでにもう平安時代ぐらいまで行っているわけですね。まあ、源氏物語も話しましたしですね、それから安倍の生命も話しました。で、今日はですね、この前9年の役とです、それから後3年の役という、まあ、皆さんあんまりこういう東北の戦いなんていうのはね、あんまりこう、ご案内じゃないというか、あんまり関心を持たないでしょうけれども、十分ですね、関心を持つ、まあ、ことができるっていうか、しないといけないという問題でもあると私は見てるわけです。で、これは何か、まあ、皆さん、まあ、これ、ご存知と思うんですけども、ここに関わってるのは安倍氏っていうのが出てくるんですね。で、まず、これがですね、1051年から、まあ、1062年まで起きた、まあ、全9年というかね、仕掛けで言うともっと長くなるんですけども、この六陸軍ですね。この、まあ、ちょっと皆さん、まあ、こんなね、東北の、まあ、田舎の戦いだと思うかもしれませんけど、このね、安倍氏が出てくるね。で、今、安倍さんっていう方がね、まあ、総理大臣もなって、で、非常にもう、ある意味で、保守のですね、中心として頑張っておられるわけですけれども、この、安倍氏とはもともと何者かという問題をね、まずちょっとお話したいと思うね。で、このね、まあ、日本にたくさんの人々がね、まあ、もちろんご存じのようにね、アフリカが、まあ、人間がね、こう発生したと言われて、そこから日本までやってくるっていうことをね、私はまあ何度も皆さんにお話したわけですが、で、今日もね、ウクライナはまさにその中東にあるわけですけど、しかし、あらゆるところで彼らはですね、まあ、商売になればそこにいるということをしながら、しかしですね、常にゲットを持ってね、つまり自分たちを守りながらやってくるわけですね。ところが日本にやってきてですね、最初から土地をもらうわ、資源を開発できるわね、あらゆることを自分たちが自由にできるという待遇に与えられてですね、それでいて、結局ゲットも作らず、その日本の中に同化していくという体制が、まあ、日本の中にあるというね。だから、私はまあ、こういう問題っていうのは、日本という国がしっかりしていたからこそですね、彼らを受け入れたんだな、ということがね、わかるわけで、まあ、そこで私はまあ、日高民国問題っていうのをね、常に、つまり、彼らが来る前の日本というものをね、こう、皆さんに意識して、いただいてですね。で、まあ、ちょっと、手前味噌になるんですけれどもね、今回、日本国史っていう、これはまあ、私がまあ、書いていた日本国史のまあ、再版になるわけですが、この本の重要なところはですね、いわゆる彼らが来る前の日本というものを非常に重要視しているわけですね。で、
ですから日高見国という縄文弥生時代のですね、関東にあった祭祀国家、まあ関東だけじゃなくてね、これは東北も含めてだということですけどね、三内丸山も含めてですね、そういうことをね言って、まあその古代史を含めながら日本のことを言ってるわけですね。で、もちろん必ずしもこの本はですね、まあユダヤ人のことをもちろん触れてますけれども、その後の、こう、今私が喋ってるようなことは、必ずしも書いてないんで、結局そのことが、こう、いかにですね、日本人の中に、こう、もう日本人の歴史になってしまったっていうことを書いてるわけね。ですから必ずしもそのユダヤ人、あるいはその、こう、畑氏とかね、まあ今私が蘇我氏のことを研究してるんで、まあ次の論文は蘇我氏なんですけども、蘇我氏もですね、我よみがえり、まあ今日も触れますけどね、この人たちもユダヤ人だ系であったっていうことをね、言おうとしてるわけです。しかしそれが根絶やしにされてしまったというね、これはだから上野王子とその藤原鎌足、まあ中臣鎌足がですね、首を切ってしまったというか、まあ最後はこう645年ですね、石の乱、まあこうそこをまあ蘇我氏がですね、耐えるっていうことになるわけです。で、そのことの生産さっていう問題をね、ちょっと今別のところで考えてるんですけど、まあいずれにしてもですね、その後の歴史の中でもですね、こういろんな意味で彼らがね、こう日本の中に入ってきては、その、ある意味で戦いもやってるわけですね。で、今日お話しするこの前九年の駅も、五三年の駅もその一つでもあるわけです。で、今、お話ししているですね、安倍氏っていうのはね、実を言うと海氏、安倍氏っていうのはですね、海の人と書いてね、安倍、まあ、海人族ね。それから安住氏、これはまあ、北九州から来た。で、これは長野にも行ってるわけですから。それから天部氏、海のね、天部氏で、こういう人たちの、まあ、子孫なんですね。で、この人たちはね、海から来ている人たち、あるいは、まあ、安住氏も北九州の、ね、朝鮮半島側を根拠にして、そして、まあ、新潟あたりから長野に入っている人たち、安住氏ですね。それから天部氏っていうのはまさに、この、まあ、やはり日本海側から京都に入る、ね。そういう、で、まあ、海で、神社もあるわけですが、こういう人たちが、やっぱり安倍氏の祖先であると。いうことが、まあ、言えるわけですね。で、今、安倍氏って言ってもね、調べてみると、一番多いのが宮城県で、2位が北海道、3位が東京で、4位が神奈川、5位が山形でね、極めてこう、散ってるんですね。だから、安倍さんの長州が必ずしも出てこないんですけれども、まあ、それだけ、この安倍氏が散っているっていうことでもあるわけですね。どっちかというと東日本に偏っているわけですが、これはですね、当然この五三年の駅、あるいは、まあ、前九年の駅の安倍氏が、この東にいたっていうことはね、おそらくそれが、後になって長州に行ったということでもあると思うんですね。で、この、安倍氏っていう、まあこれもね、だから、人によってはですね、これ、
決してその、まあ、安倍氏が最初からいたんじゃなくて、安倍のヒラフっていう人がね、まあ、あそこにこう、征伐に行った時の人たちが残ったんだっていう人もいますけれども、私はね、やっぱりもっと前からあそこにいたんじゃないかなということを、まあ、考えるわけです。っていうのはね、やはり日本っていうのは何度も言いますけれども、やっぱり日高み国という、つまり縄文時代長いね、1万年近くもいる縄文時代は、まあ、来ている人たちも三三五五にやってくるというね、まとまってやったことはない。で、中国人が日本にまともに襲撃したこともない。結局、それ以前はですね、大和国が出来る前はですね、ほとんどこう外国から侵略されるっていうことが、まあ、なかったし、またその恐れもなかった、ね。まあ、それは幸い、海が、ね、あったからということは言えるんですが、その海を通じてやってくる人たちね、こう、これがアマ族ね、アズミ族あるいはアマベ族とか、失礼、海を、名前をね、つけた氏族たち。これも後になってそういう名前をね、つけるわけですが。それからスサノオっていうのはね、海を統治するっていうことを言うわけね。で、これはまあ、まあ、この彼の役割として、こう、高間ヶ原が、まあ、この、とね、月読みの味方とか、やっぱりこう、それぞれの担当が、まあ、三騎士で、分担するわけですね。で、その海の方をこう、まあ、担当するって言ったときに、明らかにこれは海から着いた人だっていうことがわかるね。だから、出雲に彼がね、こう、追放、高間派が追放されていくとき、出雲に行くわけですよね。この出雲っていうのは彼の着いたところだっていうことをね、こう暗示してるわけで。で、出雲から大国主の御事が出て、やはり、まあ、かなりね、こう、国を作りをやってるわけだね。で、この連中がどうも果たし、つまり結局ユダヤ人系だなっていうことがわかるわけです。で、まあユダヤ人っていうのはですね、それだけこう長い旅行に耐えうる、あるいは東に対する強い願望っていうのがね、あって、で、やはりまあ要するに、まあディアスポラっていうようなね、こう、帰る国がないわけですよね。当然やっぱり日本、こう、どこかに定着したいという気持ちがある。まあ、これについてはね、まあ、何度も、お話してるんで、あれですけれども、結局、こう、まあ、古代のですね、まあ、シナの精子で、随所なんかにもですね、日本の和国のことをちょっと言ってるわけ。これはまあ、まあ当然、まあ、6世紀、7世紀ですから言ってるわけですが、和国があって、その王家の姓は、雨。これは、あとですね、毎日の毎と書いてね、甘い。つまり、アベイっていうか、まあ中国でアベイって言うんですけど、こういう人が、こう、まあ、九州北部にですね、いたということを言ってるわけね。どうもその安倍氏のもとはこの辺が、まあ、つまり海からやってきた人が、こう、安倍氏の名前をね、つけて、日本中にですね、散ったという感じが、まあするわけね。まあ、いずれにしてもですね、安住氏とかね、それからまあ、まあ、海女氏とかでね、こういう人たちが、まあ、おそらく海からやってきたユダヤ人たちということがね、言えるだろうと思う。
で、こういう人たちが一体後になってどこに住んでいるかっていうことね。で、私は今日はね、ちょっともう一つの問題をお話したいと思います。この蝦夷っていう皆さんね、よく聞きますよね。蝦夷、蝦夷氏。で、この蝦夷とか蝦夷氏とかっていうものが、学会ではね、未だに誰だかわからない。大体、アイヌだとかね、まあ、こう、結局その定義がですね、まあ、はっきりしないっていうことが、まあ、あるんですね。で、これをね、私はまあ、今回、これまでの皆さんと話してきた人たちのことを考えると、この、やはり、ここにですもんね、この、かつてのユダヤ人たちがですね、蝦夷氏になったんだっていうことをね、ちょっと言いたいと思うんですね。これでね、解決するんですよ、一気に。これまではね、誰が蝦夷氏なのか。中央にいない人が、こう、みんな散ったからね。で、そういう、こう、必ずしもですね、中央におられずにですね、で、まあ、あたかもですね、こう、追われた人たちっていう、まあ、不衆っていう言葉、これはまあ、負の衆、衆人みたいな名前で言うわけですけど、一体じゃあ、まあ、そういう、こう、ちょっと、愚別した名前でも呼ばれながら、なぜ、日本中にですね、そういう人が行ったのか。このことをね、ちょっと、お話して、今日はですね、だからそういう意味では、こう、日本における蝦夷、まあ、不衆っていう人たちが何者か。そして、それがですね、結局こういう、まあ、これは11世紀のね、初頭の戦争ですけど、ここのところに非常に関わっていたっていうことをね、ちょっと皆さんにお話ししたいと思うんですね。まあ、ちょっと時間がね、あんまりたっぷりないので、急いでやりますけど。で、この蝦夷っていうことをね、まあ、言ってるのは、竹内宿根っていう人がね、景行天皇の時ですね。これはまあ、4世紀から5世紀にかけてのですね、こう、景行天皇の、まあ、頃ですからね。で、この竹内宿根っていうのはまあ、ご存知のように、五代にわたって天皇に仕えていたという人なんですけれども、東の意中にですね、日高見国ありと。まあ、はっきり日高見国ありと言ってるわけですね。で、その国の人、男女並びに、唯一つけ、身を、まあ、分けてね、人となり、勇み、壊し。これをすべて、蝦夷氏という、蝦夷という、また土地、よく、まあ、豊かでですね、広しと。打ちて取り、ちょっと最後に面白いこと、面白いっていうかね、急にですね、打ちて取りつべしという言葉を言って、これはどういうことかっていうと、大和と違う人たちがあそこにいると。それはかっての日高見国の人であると。で、まあ、それをですね、非常にこう、この人たちは豊かな、こうね、土地が豊かなところに住んでると。だけれども、それを打ちて、まあ、取るべし、まあ、結局、こう、ある意味で支配してしまえということを言ってるわけで。で、古い歌でですね、蝦夷氏を一人百なびと、人は言えども、手向かいもせずという歌があるね。これは、蝦夷氏は一人でも百人と、人は言うが、我が軍に手向かいもしないと。で、これがね、安倍氏になっていくんだなっていうのは感じます。まあ、これ皆さんすでに当て類のことをね、お話したわけですけれども、あれはですからね、まさに、この、顔からしてですね、やはり、から体の大きさからしてですね、明らかに意志の人間ね。で、意志の人間っていうのは、日本人にとっては中国人や朝鮮人じゃなくて、やっぱり西方の人だね。で、日本に来たっていうこの人たちが、
ある意味で医師の人になってるんだなっていうことをね、私はまあ、実感してるわけですね。ですからこんな顔の人が日本にいるはずがないのに、日本にいるということによって、常にこう、恵美師とかね、あるいはなんかやっぱり違う人だっていう意思、感覚をいろんなところで表現でね、出してるっていうことですね。まあ、そういうことがね、まあ、蘇我の恵美師なんていう名前をつけてるのもね、結局、はっきりしてるわけで、我よみがえり、そして自分が恵美師であると。ですから、これで分かっちゃうんですね、心が。そして姿まで想像できるわけで。それからね、けって、おののけびと、けっていうのはね、毛髪の毛人とも言うわけです。毛、けびと、さえき今けびととかね、けびとっていう人も多いんですね。このけびとっていうのも、私の予想ではですね、まあ、孟子とも呼ぶわけでしょうけど、どうもこう、日本にいたユダヤ人系の人だろう。で、体が、まあ、怪我だらけって、これはまあ、ですからこれご覧になってわかるようにですね、やっぱりこれだけ毛が生えてるとね、こう、髪の毛がこれだけあるとですね、やっぱりなんか毛がたくさんある人だっていう感じを持つことは非常に予想できるわけですね。ですから今私がね、こういうふうな、こう、日本の古代史をこう、どういう人がいたのかっていう問題をね、埴輪から始めてですね、そして古代史をもう一度再検討していくと、そういう一種の人がいてですね、それが、こういう恵美師とかね、まあ、映像になって、あるいはもう、化人という名前をつけたり、それからいろんなこう、日本書紀やね、食日本記なんかを見てると、いろんなこう、一種の人のこう、姿を、そのまま、こう、ある種のね、名詞にして、それを名前にさえつけてるっていうことが、まあ、よくあるわけですね。まあ、まさにこの、蘇我氏なんか、それの典型なんですね。蘇我の恵美氏。それからね、イルカとかね。こう、まあ、まあ、こういう名前がですね、馬子なんていうのはね、蘇我の馬子なんていうのはまあ、おそらく大臣の名前にしては、あまりにも、なんていうか、卑下しているという感じがするわけ。だから、こういう名前を、こう、平気で、まあ、これについてもね、この名前っていうものをつけたときに、それを、こう、誇りうるというようなね、感じを持って、例えば、蘇我の馬子なんていうとき、馬子っていうのは何かっていうと、私はまあ、この、埴輪の中でですね、馬に乗って、堂々とした馬に乗って、ユダヤ人のこう毛をつけたね、まさに要するに水面をつけた人がね、堂々と馬に乗ってるんですよ。ああ、これを見たらね、馬っていうのは彼らが連れてきたんだっていうことは分かる。それは群馬にも出てるわけね。で、群馬県っていうのはね、不思議なことに馬を連れてきた人たちがあそこにいるから、まあ群馬っていうんですけども、やはりそれだけですね、土地に馬を連れてきて、関東に連れてきた。そこで飼うことができたというね、そういう場所だろうと。それから、それ以後は馬はね、南部馬とかも東北にもたくさんいるし、また九州にもね、馬が、まあ、飼われるわけですから、たくさんの。で、それ以後は馬の国になっていくわけですが、それ以前は鹿しかいなかった。鹿が一番大きな動物。まあ もちろん狼もいましたけどね。早くおそらく、狼は、まあ、いなくなったんだろうと思うね。で、鹿のところがイルカ、そして馬子。こういう名前が映像、つまり、
まあ、この蘇我氏についてるっていうことは一体何なのかっていう問題ですね。ですからそういうことを考えるとですね、彼らがやはりそういう名前をつけて自分たちの特色をですね、こう出す、それがこう平気であったということね。ですからまあその辺がですね、あの日本の歴史のこう新しい視点だと思うね。で結局まあ何度も言うように蘇我のまあ、4代は結局そこでね、まあ、ついえ去ってしまう、まあ、殺されてしまう、イルカが首を跳ねられるっていうね、その惨劇があったわけです。そこで断絶してしまう、蘇我氏が断絶するという。で、しかしですね、その人たちが、いろんなところで、まあ、これはもう来た時がこう蘇我氏は僕は私はね後になってきたと思うね。その前に波多氏が来てる。で波多氏はよりこう融和してですね、どちらかというとこうまあ神道の方に肩入れするわけだね。でもちろん仏教は蘇我氏が選んだとは言いますけれども、やはり そこに波多氏も追従はしてるんですけれども、やはり、聖徳太子と共にですね、神仏習合の方に波多氏は行く。蘇我氏は徹底して仏教に、その仏教もですね、これはまあ、ある意味で、非常に、まあ、馬宿の王子ですね。馬宿の王子って名前を付けたのも蘇我氏ですし、それから蘇我っていうね、こう我よみがえりなんてキリストの言ってることと同じことをね名前につけてる。このこともね、彼らがいかにキリスト教的な仏教を日本にね植え付けようとしていたっていうことが予想できるんですよ。でこれがね、この名前によってですね、非常にその彼らの意図っていうのが分かってくると思いますね。で、それがね、一気に断絶させるっていうことは、ああ、こいつら、日本の神道を忘れさせるやつだということでね、そこで中尾氏が、中尾鎌足が、まあ中尾の親父と、王子と組んでね、まあ蘇我氏を やっつけるという、まあそういうことになるわけ。だからちょうどね、よく、問題がね、こう、分かりやすくなってるわけね。まあそういう歴史の読み方が、まああるっていうことは、この、まさにこの、埴輪から来るですね、一つの大きな、推測ですけど、それで改めて、まあ時間がね、あんまりなくなったんであれですけど、要するに前9年の駅でですね、安倍氏が、やはり、この朝廷からですね、それも清原氏も安倍氏もね、いずれも東北の、これもね、やはりユダヤ人系、私は波多氏系だと思うね。ですから非常にこうよく開発していてですね、見事なまあこう東北の経営をやってたわけです。でしかしですね、そこに朝廷がやってきてですね、やはりつまり、まあ、ご存知のように、だんだん源平の、こう、軍事力がね、強くなってきて、こう、東北も収めてしまおうという。そういうところで、こうまあ、安倍氏と清原氏との、こうまあ、安倍氏がどっちかというと、こう、太平洋側ね。清原氏は裏日本側、この二つに分けて、統治していたわけですが、そこにですね、朝廷が、まあ軍事力をね、だんだん持ってきたもんですから、源氏を使ってですね、こう、まあある意味で従えようとした。まあその辺がですね、歴史が見えてくるところなんですね。で、そして、最初は安倍氏の方がね、強かったわけですが、この清原氏をね、朝廷が取り込むことによって、
初めてですね、力を持つわけですから、もう安倍氏、清原氏は非常にこう土地に根付いていてですね、そして土地を開発してるわけで、皆さんご存じのように後になってね、まあこれは次の時に平泉のことを話しますけど、平泉が金のね国で、マルコ・ポーロがですね、日本が金の国だって言った時に、平泉、つまり清原氏、安倍氏が作った東北、そしてそこに、まあ、清原氏の清平がですね、こう、藤原を名乗って、平泉のね、こう、中尊寺、まあ、ある意味で、ね、一つの大きな平泉文化を作り上げる。で、まあ、このことがね、に成功するわけで。で、あの頃のね、一番豊かな時、場所が、まあ、東北だったってよく言われる。それはもう、金が出るわけですね。それからもちろん、いろんな資源が、出てくる。で、鉄も強い。それから、まあ、畑地ですからね、こう、絹織物も作るしですね。いろんな意味で、東北が発達していくわけです。まあ皆さん、まあ東北というとね、こう貧しいように思いますけど、思うかもしれません。とんでもないんで、あそここそ金があった、あるいは豊かなね、こう、農耕が生まれていたっていうこと、あるいはまあ、こう、文化さえも生まれてたっていうことがね、こう、まあ、平泉文化でわかるわけです。で、この二つの戦いがですね、この、要するに朝廷がこう源氏を取り込むことによって初めてですね、やっとこの東北の強国をね、こう従えるという、そういう戦争であるわけですね。まあこの辺ですね、まあこの戦いなんかはほとんど何ていうかね、教科書ではまあ書かれてはいるけれども、一番覚えづらい理解しづらいところですけど、そうじゃないんですよ。やっぱり東北っていうのは非常に強いね、強国があった。これがね、日高見国っていう国があったために、これをこう再生するっていうかね、そういう思いが彼らにあると思う。それをやったのが今度は外来の人たちが、その歴史をですね、もう一度自分たちで体現しようとする。だからここでね、本当に彼らがいかに日本の歴史をですね、こう、理解しようとしたのか、したかっていうことがわかるんですね。で、やっぱり自分たちがやってきた最初はですね、やっぱり太陽を見る日本というものにね、来たかった。で、日本というものにですね、定着するっていうことが彼らの本当のね、強い思いであったということですね。で、まあこれは、イスラエルの人から見るとね、ヤーベの神を捨てた人たち、裏切り者だと思われるかもしれない。しかし、彼らは彼らで、こここそがね、こう、修復の土地だということを知って、各地でね、こう、まあ、開墾し、一番土木技術が発達してる。というね、そういう技術をまた身につけてるから、まあ、だから金が取れるしですね。それからやはり、まあ、今回、まあ、その一番言いたいのが、そういう問題が日本の中に常にあって、日本人がそういうユダヤ人たちをね、いかにこううまく活用したか。しかし一つ一つと見ると戦いをやってるんですね。だから、まあ、結局そういう戦いの連続の中で彼らがね、より従っていくっていうか、まあそういうことがね、まあ、あると思うんで、まあこの次はですね、まあ平泉のことを話しますけど、今日はじゃあこの辺で終わりにします。どうもありがとうございました。未来ネットをご覧いただき、ありがとうございます。チャンネル登録ボタンと
通知用ベルマークのチェックをお願いいたします。無論、無料です。視聴者が増えることによって、先生方のご厚意によるこの発信の信頼度が高まり、さらに充実した未来ネットの足場を築かせていただけます。どうぞ、よろしくお願いいたします。未来ネット自身も Google 社のサービス、YouTube を使っているわけですが、これらを突破して彼らにとって不都合な真実を蓄積伝え続ける方法はあるのでしょうか。それは結論から言えば皆様方がやっていただくことですね。この未来ネットも浜田社長以下の哲学の下で頑張っておりますが、今までのところまだバンされておりませんけどね、ずいぶん私も含めて堂々と言っておりますが、どうしても伝えなきゃならないことを我々は他の考慮よりも重視しているということです。だからそれが受け入れられるかどうかっていうのは一人に皆様方にかかっているわけですね。ですからこの未来ネットがこのままの形で存続できるかどうかということも皆様にかかっている。で、何か不都合なことが起こった時に皆様がどれだけ、まあ、そういう意味では声を上げてくださるかということにもかかっているわけです。先生、本編ありがとうございました。ああ、どうも。視聴者の方から質問が届いておりますので読み上げさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい。一つ目の質問です。畑氏、蘇我氏などが渡来してきて受け入れられたユダヤ系の代表であるとするのであれば、縄文から日本に住んでいた人たちの代表はどういった一族ということになりますでしょうかという質問。まあ、それは一番簡単です。やっぱりアマテラス族ですね。でそれはね、縄文の最初、古事記から、最初の御柱の神がいるわけね。雨の御中主の神と、高み結びの神、神結びの神。この三神、三柱の神が自然の中から生まれてくるわけね。で、雨の御中主の神はやっぱり太陽だと思う。で、そして二番目の神が高み結びの神といって、アマテラスの祖先なんで、でこれがこう神武天皇の時にも出てくる、出てくる。これがね、日本の天皇家の最初なんです。でこれは私はね、1万年前ぐらい、何か勾玉のね、勾玉っていうのは今も天皇が大事にお持ちなんです。あれだけは三種の神器の中の天皇がお持ちなんです。あれがね、1万年前に出てくるんですね。ですからこれを思った人たちがいた。これが最初なんだ。ですから日本人がそこに行ったところに、まあ、私たちが入ってくると。ですからね、従うんですよ。だけど、これがね、もし他の国のように確立しなければね、おそらく彼らの方が乗っ取る可能性が強いんですね。でもこれをよく見て、ああ、これは確固たるものだなと。そしてそのおかげで自分たちも土地がもらえた。彼らに従えばですね、決して追い出されることはないっていうことを知って、ずっと日本の中にいるということですね。で、それでもう最初は目立つんですよ。だから、エミシトとかね、エゾとか。エミシっていう、まあなんとなくこう、違う人たちっていう意味があってね。で、大体ちょっと今日もお話したかったんですけども、この安倍氏と藤原氏がね、ある時に安倍氏がこう自分の娘をね、ぜひ嫁に取ってくれって言ったら、藤原氏がですね、つまり都から来た人たち嫌だって言うんですね。つまりある種の軽蔑があったということが分かる。それでね、まあちょっと安倍氏だってね、最初は戦いは安倍氏が勝ってるわけですから、まあそういうことがあって、しかしそれでもね、従うんですよ。決して最後まで抵抗しない。戦わないね。おそらくそれはもう日本の従うべきものがあるんだっていうことがね、知っていたに違いない。これはもう本当にね、他の国と違うことなんです。最初に言った、こう、まあ、
ウクライナなんていうのは後から来てるね。で結局ユダヤ人がいて、そして今でも大統領がね、ユダヤ人でも平気でいるっていうことの、まあ、ある種のね、実態が、日本は旗師が天皇になることはないんですよ。周りにいただけであってね。まあ、血は入ってますけど、まあ、結局、まあ、いわゆる、妃には、何人かにいる妃には入ってるからね。しかし、正式のあれはいないんですよね。だから、そういうこともちゃんと従うべきだっていうことも知ってるわけで、まあそういう意味でもね、非常に日本の旗師っていうのは、まあ結局他の民族もそうだった、結局中国からもね、朝鮮からも来てますけれど、全部日本に従うっていうことがあったからこそ、日本がね、内戦をあんまりこう、まあ長くやらない、分裂しないっていうことがね、あったんだろうと思いますね。いいでしょう。はい、ありがとうございます。続いての質問です。かつての日本における、渡来してきた人たちに土地や資源を分け与えた懐の深さ、とても素晴らしいと思うのですが、現代において繁華街の中心や水源地などを他国の方が買い漁っている様子を見ると、これで本当にいいのだろうかとも思ってしまいます。うんうん、現代において古来から続く日本人としての外国人に対する姿勢とはいかなるものになると思われますか、うん、という質問が。まあ私は原則的に同じだと思うね。ですから彼らもおそらく従ってしまう。例えば横浜にね、珍しくあそこに中華街があるね。中国人だけが集まってるわけですね。だけどあそこがなんか独立してた、あそこにね、こう、あそこから中国の国に しようなんていう動きは全くないですね。ですからやはりそういうことがあってもね、日本というのはやっぱり従うざるを得ないし、また従うというよりもそれにこう合わせる方がはるかに心地よいっていうかね、お互いにこう、まあ、助け合うっていう精神がありますからね。だからそれを壊したくないっていうこともね、あるんだろうと思う。ですから私はまあ楽観視して、その代わり数の問題ですよね。ですからやはりあまりにもヨーロッパのようにですね、人口の10分の1なんか入れるとね、あれなんです。ただね、まあ、これも前に見ましたけど、新鮮小児録では3分の1が日本に帰化人であっても和が取れあったということになると、まあいくら入れてもいいのかなと思います。つまりそれだけ強い地盤があるから。ただ今はね、お金の時代ですから、ちょっとおっしゃるようなね、変に土地だけ買ってきて、しかし住み始めたら必ず日本に同化すると思いますね。だからまあ私はまあ頑張り心配はしてないんですけれども、まあ必要なければ入れない方がいいと思うね。それは何かというと、最初に必ずコンフリクトがある、最初にやっぱりぶつかることは多いと思うね。3世代経たないとダメなんですよ。まあ、はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。続いての質問です。安倍氏のお話を伺いながら、陰陽師として有名な安倍の生命を思い出しました。日本に渡来定着したユダヤ人と現代日本にまで通じるまじないめいたものには関係があったのでしょうか、という質問。いや、あるんですよね。だから旗師たちっていうのはね、つまりご存じのように旗川勝っていうのがね、実を言うと世阿弥が能を作った世阿弥の、ね、祖先だと言ってとても誇ってるわけ。つまり旗師、聖徳太子はね、例えば仏像が来た時にそこに置くところをね、旗師川勝が作るわけ。それがまさにね、興福寺、ね、興隆寺、ごめんなさい、興隆寺なんですね。今のね、京都にある。それから、踊ったりする。例えば、ああいう、こう、猿楽の最初は旗師なんで、ね、だからあの時に、宮廷で舞踊をする時に、旗師がね、それを引き受けるわけです。つまり、日本の踊りは日本の踊りとしてもあるんですよ。これ
ちょうどね、奈良の大仏を作るときにですね、これ752年ですけれど、大ページェントをやるわけね。で、一つは中国系、一つは南洋系、ね、まあ、いわゆる東南アジアから来たり、一つは日本系でね、この三つをやるわけですね。で、やはりね、そういうことを組織できる人たち、これは部学寮っていうのはちゃんと日本にありましてね、それをやる人たちが果たし系だろうと思うね。ですから、やはりそういう才能というかね、こう日本は日本の古来のものがありますけれども、やはりそれと違うこの舞踊、あるいは、まあ、ある意味では芸ですよね、そういうものをこう取り入れるっていうことができたわけで、まあ、日本人っていうのはやっぱりそれだけこう西洋のものをすぐ取り入れてこなしてしまうっていう能力は、私は彼らのおかげだと思うね。つまり彼らの才能というものをね、こう日本人がいつの間にか身につけると。ですから決して異質なものが来てもそれに、まあ、驚くにせよね、それをすぐ身につけちゃう。例えばご存知でしょう、日本に鉄砲がやってきたわけね。鉄砲がやってきて、種子島っていうんですけど、種子島でやってきて、まあ一年経ったらもう同じものを作っちゃうというね、それだけの能力があるわけですよ。それは中国や朝鮮にできないですね。ですから西洋に簡単にこう、まあ日本以外は大体南米も北米もですね、スペインに完全にやられたのはそれなんですね。まあ無論疫病を持ってきても日本が強かったっていうこともあるだろうと思うし、まあとにかくそれだけのこう日本の生き方っていうのが、こうそういうことに耐えられるね。で、それを跳ね返すだけのものがあったっていうことね。まあいずれにしてもね、まあ日本のあり方っていうのは素晴らしいと思いますね。まあいいでしょう。はい、ありがとうございます。本日最後の質問になります。うん、平泉など資源やお金で豊かになった結果、文化を生み出すことができた地域と、資源やお金で豊かになっても文化などを生み出さない地域の違いはどこにあると思われますか？そうですね、やっぱりね、文化っていうのはね、その土地に根付いたものじゃダメなんですね。根付いたものでなくては。ですからね、やはり自然というか、その土地のリズムっていうかな、そこにおけるこう土地、あるいはそこに土地における伝統の中で初めてできるもの、芸術っていうのはね。だけどもね、ユダヤ人たちに芸術がないんです、実を言うと。これは何かっていうとね、転々としてますからね、土地に根付いてないもんだから、おそらく詩は作れると思うんですけどね。しかし文化、芸術は作れない、ね、残念ながら。まあだからね、彼らの文化ってのは近代だけなん、現代はね、彼らが頑張ってるのは何かっていうと、他の国の人が作ったものを否定するだけのことだから。だからね、否定するのはね、彼らが大好きなんです。人の口に言ってはね、それを否定しては壊してはね。だからそれじゃ文化にならない。だから社会主義には文化がないでしょ。彼らが作った理論にはないんですよ。これはまあ左翼理大臣ですけどね。だからやっぱりね、そこを理解しなくちゃ。だからね、そういうこう彼らの文化が世界を支配するようになると、結局文化ができない、芸術も生まれないですね。だから彼らは早くそれを悟った方がいいんです。ですから今、せっかくイスラエルがね、彼らの国になった、まあ、なったと称してるわけですが、なんとかそこに、ね、根付いたものを作ってほしいと思うんですね。まあそれが、彼らは十分できる体質を持ってるわけです。例えばシャガールなんていうのね、これもだいたいロシアにいるユダヤ人が作った。でもあの人の絵っていうのはね、こう飛んでるだけなんですよ。こう根付いてないんです。だからこれはね、やっぱりちょっとね、まあ現代っていうのは全部それの影響を受けてますからね、飛んでる絵ばっかしなんですけど、やはりですね、
こう記憶だけなんね。だけどもそこにしっかりと根付いたものを作るっていうのはね、まあちょっと現代は彼らの影響が強すぎますからね。お金持ってるのは彼らですから。だからやはり彼らがねそういうことを自覚した後ね、世界がやっと落ち着いて初めてですね新しい芸術が生まれるだろうと思うんですけどね。まあその辺でちょっと話がちょっと流れましたけど、はい、はい、ありがとうございました。どうも、うん。未来ネットをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録ボタンと通知用ベルマークのチェックをお願いいたします。無論無料です。視聴者が増えることによって先生方のご厚意によるこの発信の信頼度が高まり、さらに充実した未来ネットの足場を築かせていただけます。どうぞよろしくお願いいたします。未来ネット自身も Google 社のサービス YouTube を使っているわけですが、これらを突破して彼らにとって不都合な真実を蓄積伝え続ける方法はあるのでしょうか。それは結論から言えば皆様方がやっていただくことですね。この未来ネットも浜田社長以下の哲学のもとで頑張っておりますが、今までのところまだバンされておりませんけどね。随分私も含めて堂々と言っておりますが、どうしても伝えなきゃならないことを我々は他の考慮よりも重視しているということです。だからそれが受け入れられるかどうかっていうのは一人に皆様方にかかっているわけですね。ですからこの未来ネットがこのままの形で存続できるかどうかということも皆様にかかっている。で、何か不都合なことが起こった時に皆様がどれだけ、まあ、そういう意味では声を上げてくださるかということにもかかっているわけです。